今泉プロ、はい、はじめまして。はじめまして、今泉です。TG と申します。今泉と申します。あ、去年あの年間サインおめでとうございます。はい、ありがとうございます。もうなんかゴリゴリにエンジンでということは1位3位をトップ50は取っちゃってるってことなんですね。そうですね、まあ、僕としては僕が1位でも小森さんが1位でもワンツーでこうフィニッシュしたかったんですけど、まあ、ちょっと惜しくもなかなか、まあ、でも3番でしたのでもうポロポロとあの小森プロの話の中で今泉っていうワードが出てくるんで、はい、もしおすすめの竿とかがあったら紹介していただきたいんですけども。はい、わかりました。ではちょっとぜひね、はい、今回僕が開発させていただいている竿の方をちょっと紹介させていただければと思います。はい、この2本ですね、はい、機種としてはスペルバウンドコアの、SCC64M ファーストムービングスペシャルと、65MH のファーストムービングスペシャルの2本になります。で、まあ、もう本当ネーミングに入っている通り、ファーストムービングに特化した竿になっているので、すごく、曲げるとかなりレギュラーテーパー寄りに曲がるようになっています。というのも、僕の釣りの中でやっぱトレブルフックを使ったクランクとかそういうのも結構やることは多いんですけれども、あのトップ50の主戦場ではやっぱりスピナーベイトとかチャターベイト、まあ、こういったやっぱりシングルフックもよく使うので、まあ、そういうのにも対応できるように、できる限りよく曲がる竿ではなくて曲がるんですけどバットパワーはしっかり残したいっていうので、がっつりバットパワーは止まるんですけど、まあ、ファーストムービングに使えるような綺麗なベンディングを描けるような竿になっています。で、まあ、違いなんですけれども M の方は、比較的まあ軽量なところですね、まあ、いわゆる、ミドルクランク、まあ、小型クランクも全然使えると思うんですけれどもミドルクランクですとか、8分の3のスピナーベイト、それから、僕のおすすめは最近霞水系とかそういうところで流行りの、軽いチャターベイト 5g とか、まあ、場合によっては 3.5g とかも使うこともあるんですけれども、ああいうチャターベイトはやっぱりそういう、めちゃめちゃ軽いものを投げやすい竿じゃないと扱いづらいには扱いづらいんですけど、でもやっぱりフックはシングルフックなのでしっかりかけられないとバレの原因になってしまうので、まあ、そういう意味でバットパワーを持った竿として64の M っていうのは開発しています。グリップエンドの長さとかはどうですかね、まあ、そこまで短すぎるってわけではないですけど結構短めに仕上げられている感じですかね。まあ、これでもちょっとまだ長めだったのでもう少し短くなるとは思うんですけれども、はい、まだ調整が、はい、まだ調整はありますね、はい、少しこうスペルバンドコアっていうのはかなりエンドグリップが短い色とか多いんですけれども、まあ、やっぱりそれも、まあ、やっぱりメリットデメリットがありまして、まあ、投げやすい扱いやすいっていうのはあるんですけれども、やっぱりファーストムービングみたいにしっかりこう脇に挟んで釣りする釣りとかではなかなかちょっと少し短いなっていう部分もあって、まあ、スペルバウンドコアの中では比較的長めになってるとは思います。ただまだまだ改良すると思いますので、はい、もう少しレングスも短くなるとは思います、はい、いよいよ年間3位を取って打倒小森つぐ一個になってきたわけなんですけど意気込みをお願いします。とにかくやっぱあと2つ上げなきゃいけないっていうのはもう本当に日本のトップ2を倒さなきゃいけないっていうことなので、まあ、今まではその3番になるまでに何個も何個も順位を何個も上げられたのでまだ楽だったんですけど、あと2つってなると本当にやっぱりしっかり準備をして具体的に大きな壁として目の前に、そうですね、自分が足りない部分も分かってる部分もあればまだまだ足りてないけど分かってきてない部分もあるので、まあ、そういうところはしっかり、まあ、オフシーズンからそれからまあやっぱ本番の時にですね凝り固まらずにしっかり自分の中でこういろいろ1年通して理解していきながら年間でやっていきたいかなとは思います。ありがとうございます、はい、でさらになんですけど、はい、さっき羽生君に聞いたんですけど、はい、何やらエンジンの海ブランドの方もそうですね、海もやられるんですか。はい、実はそうなんですよ、まあ、結構オフシーズンとかにどうでしょうね、もう 4,5 年もっとやってると思うんですけど、
ちょっと海の方の釣りっていうのも勉強でちょっと始めようと思っていろいろやってたんですけど、まあ、実はその中で海の、まあ、特にルアーフィッシングが多いんですけど、結構ちょこちょこと、もしちょっと誰か紹介いただけるのがあれば。わかりました。では、はい、こちらの方ですね。一応ブランドとしては、はい、エンジンっていうのはリングスって大きなブランドがあって、その中にエンジン、バスのエンジンですね、はい、それとあとソルトのエクリプス、はい、とトラウトのディスプラートがあって、はい、そのソルトのエクリプスっていうブランドが一応私は今責任者としてやらせてもらってますので、あ、その中で、今回ですね、一応発売になるのがあのアクラトラックっていう、はい、そうなんですけども、海のルアーフィッシングゲームに向けて、シーバス、フラット、それからジギング、ロックフィッシュ、であとまあちょっとまだ開発中ですけど、チリング等々、そうだね、これ本当に海の、ルアーフィッシング、さっきあったベイトになるなっていうのを多分、開発してます。あの背中にかかって上がってこなかったのか分かんないけど、まあ、せっかくなんで、でも多分ここ、まあ、いろいろもしかしたらエクリプスのスタッフさんの方で、まあ、各々ちょっと開発は携わってもらってるんですけども、まあ、今は僕がちょっと登場してるので、八王子ギングを結構やってまして、その兼ね合いでちょっと発売に向けて、開発させていただいたんですけれども、アクシアトラックのライトジギングモデルっていうロットですね。番手が ATC の LJ63L っていうのと 63ML っていうロットですね。あ、この2本なんですけど、まあ、特徴的な方が 63L、うん、で 63ML の方は汎用性が高い竿の、はい、2本の構成になってます。で、まあ、まず 63ML の方から話しますと、もう本当に、八王子ギングでよく使う 80g から 150g の、ジグっていうのをもう冬でも夏でも自在に浅場から深場まで使えるようなすごくオーソドックスな作りになってます。消化してぐちゃぐちゃのやつで、まあ、この2機種両方ともそうなんですけれども、竿を曲げると必ずスローテーパーになってここまで曲げても全然大丈夫、かなりスローテーパーにすることで、まあ、バレづらさっていうのを意識した竿なんですね。八王子ギングはどうしてもやっぱり、性格上バレやすい釣りになってしまいまして、またやっぱり巻きながら、しゃくりながらこう当たりを取る釣りなので、どうしてもかけるところからしっかりとした粘りが欲しいので、すごくスローテンパーに仕上げてます。で、その中で、もう一本の 63L っていうものなんですけれども、こっちは、最近流行りのタングステンを使ったジグですとか、あのめちゃめちゃ軽量な 60g とか 80g とか、はい、もうここ最近 10m とかの浅場とかでも結構そっちが強いになってきてるので、はい、じゃあ今回ですね、それに特化した竿って本当にないんですよ。でもやっぱりそういう場面でかなり、ね、軽量なの扱いやすい竿っていうのがキャッチ率の向上に伝わるので、私の方でちょっと開発させていただきました。ニッチなところを埋めるための調子ってことですか。これは曲げるとどんな感じになるんですか。これは曲げると同じくスローテーパーなんですけど、これを63の ML と比較するとこれぐらい違います。同じ深けどもかなり柔らかいので、まあ全然ドームあたりで曲がってるのスローテーパーって全然違いますね。わかるかな。まあ、これはちょっと実際持って曲げていただくとものすごくわかるんですよ。まあ、なかなか釣り具屋さんだとそこまで曲げるのは勇気がいるんで、今の映像なんか参考に、はい、ぜひ参考にしていただきたいんですけど、はい、かなりこう持った時に曲げるとめちゃめちゃやっぱりしっかり入るので、はい、やっぱり八王子ギングで軽いジグを使って、はい、まあ、もちろん、船から少し投げられもしますし、はい、まあ、やっぱり軽いジグをふわふわと扱える、だから逆にこうなんでしょうね、最近の、まあ、僕の中のトレンドの一個なんですけど、八王のジグは動きすぎない方が釣れるんです。だからあえて私は竿自体に、動かさないですよね。弾力バッパーみたいな、なんていうかクッション性を持たせて、そうですそうです。あえて人がしゃくってるように見えるんですけど、実際はあんまり動ききれてない、ただしっかりアクションはしてるっていうのをちょっと
まあ、僕の中で目標として掲げて、作ってみたので、かなり、出来としては、まあね、僕の中ではかなり高得点な差なんです。やっぱりバッツリで巻物とかやり込まれてる人がその、はい、脳幹事になりやすいジグとかのさらに動きをつけることっていうのを意識しながら作ってるってことはかなり期待できる感じです、ね、そうですね。どうしてもやっぱりお客さん、やっぱり釣りされてる方は動かしたくなっちゃうんですよね、見てると。でもやっぱ動かし続けると釣れない。でも動かしない人の真似をしてもなかなかこう、はい、そのなんでしょうね、テクニックっていうのは、まあ、人によって相当違うので、はい、まあ、それをまあ誰でもできるようにちょっと考えて作りました。いやありがとうございます。で最後にちょっと1個だけ、大事な点なんですけど、この竿めちゃめちゃ安い予定になります。安い予定になるんですけど、現状の、まだ決まってないです。決まってないんですけど、現状の、まあ、感じですと2万切りそうな感じです。このコスメですよ、ね、テーパーデザインもしっかり作り込んでて、あ、そうだ、さっき言わせれてたんですけど、ガイド数をあの普通のサロンに比べてかなり多くしてるので、はい、あのこういうソって曲げてツルツルなので、あのどうしてもガイドの幅が大きいとガイドとガイドの間で竿が曲がって竿の下にラインが入っちゃうことがあるんですよね。それってすごいパワーロスになっちゃうんですよ。なのでもうパワーもしっかりロスしないようにガイド数も増やして、まあ、当たりも取りやすくして、そこまで考えられてでも2万以下で済ませられるように今調整してます。お願いします。頑張ります。今泉君ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。